レーカれクボレれは日本のファッションデザイナーでファッションブランドコムデギャルソンの創始者。株式会社コムデギャルソンの創業者にして設立から現在に至るまで代表取締役社長を務めるオーナーデザイナー。1942年10月11日東京に生まれる。1960年17歳から18歳。 慶応義塾大学文学部哲学科入学。1964年、21歳から22歳。同校卒業後、朝日火星入社。宣伝部に配属。1967年、24歳から25歳。同社を退職し、フリーランスのスタイリストとなる。1968年、25歳から26歳。 広告写真撮影の仕事で必要な洋服がどうしても見つからなかったため仕方なく自分自身の手で洋服を作る。以来ケースバイケースで服作りを始め、スタイリストからデザイナーパーターンー、縫製、仕上げまで自分自身で手掛けるようになる。1969年26歳、コムデギャルソンのブランド名で婦人服の製造、販売を始める。コムデギャルソンは 一般的には少年のようにと直訳、単役されるが実質的な意味は少年の持つ冒険心である。1973年30歳株式会社コムデギャルソンを設立。1975年32歳コムデギャルソン初のショーを東京で開催。コムデギャルソン青山店オープン。1978年メンズライン。 コム・デ・ギャルソン・オム立ち上げ。1981年、38歳から39歳。フランス・パリで、コム・デ・ギャルソン初のミニショーを開催。ローブ・ド・シャンブル・コム・デ・ギャルソン立ち上げ。パリコレクション初参加。トリコ・コム・デ・ギャルソン立ち上げ。1982年、39歳。フッツ・パリに、コム・デ・ギャルソン SAS 社設立。パリにコム・デ・ギャルソンのショップを開店。 パリコレでアナ・アキクロ服発表。40歳不枠を迎える。1983年、41歳。コム・デ・ギャルソン・ファニチャーを立ち上げ、米・ニューヨークにコム・デ・ギャルソンのショップを開店。第1回毎日新聞ファッション大賞を受賞する。1984年、コム・デ・ギャルソン・オム・プリスを立ち上げ、フッツ・パリで本格的な最初のショーを開催。 1986年、米ニューヨークに、コム・デ・ギャルソン・ SAS 社設立。フッツ・パリで、コム・デ・ギャルソン写真展、モード・イフォト開催。1987年、45歳、コム・デ・ギャルソン・オム・ド立ち上げ。コム・デ・ギャルソン・のアール立ち上げ。1988年、コム・デ・ギャルソンのブランド誌、シックス・センス立ち上げ。コム・デ・ギャルソン・シャツ立ち上げ。 1991年、幼児山本と合同で、メンズコレクション展、6.1座面開催。1992年、49歳から50歳。フランス芸術文化勲章。イギリス人、エイドリアン・ヨファシと結婚。ジュン・ー・タ田辺・コム・デ・ギャルソン立ち上げ。1993年、コム・デ・ギャルソン・コム・デ・ギャルソン立ち上げ。フッツ・パリに、コム・デ・ギャルソン・パルファムを立ち上げ。 1997年、54歳から55歳。パリこれで、コブドレス発表。英国王立芸術大学名誉博士号を授与される。1999年、コムデギャルソン丸の内店をオープン。2001年、58歳。コムデギャルソンジュニア田辺マン立ち上げ。芸術専章文部科学大臣賞を受賞。2002年、59歳。1月12日。 NHK のドキュメンタリー、世界は、彼女の何を評価したのか、ファッションデザイナー川久保玲の挑戦放映。2002年、59歳から60歳、プレーコムデギャルソン立ち上げ。2003年、60歳、アサヒ賞受賞。2004年、61歳、フランス国家功労勲章受賞。2004年、61歳から62歳。 A ロンドンにドーバーストリートマーケットオープン。2005年、タオコムデギャルソンを立ち上げ、スピードコムデギャルソン立ち上げ、アイコムデギャルソンジュニアータナベマン立ち上げ、2006年、コムデギャルソンパールを立ち上げ、また当年から英国、スピード社と業務提携し、高速水にレーザーレーサーの五輪公式デザインを手掛ける。2007年、65歳。 ポケットコムデギャルソン立ち上げ、岩流立ち上げ、2008年、ブラックコムデギャルソン立ち上げ、2009年、ザビートルズコムデギャルソン立ち上げ、2012年、69歳、東京銀座にドーバーストリートマーケット銀座コムデギャルソンオープン。2012年、69歳、ファッション界のオスカー賞と称される、米、シエフダファッションアワードを受賞。2013年、 70歳、2月、エルメスとコムデギャルソンのコラボレーションで、コムデケアーズコレクション発表。2016年、73歳から74歳。アブウォーウンセンスデール、アバンチュールコムデギャルソン、少年の持つ、冒険心フォーエバーエバー。2017年、74歳、5月、NY メトロポリタン美術館で、レイ・カワクボ、コムデギャルソン。 アート・オブ・ザ・イン・ビトウィーン展開催。展覧会のレポートや独占インタビュー、作品アーカイブなど、コム・デ・ギャルソンを多角的に展示紹介。なお、カワク・ボレー、コム・デ・ギャルソンのパリコレクションでのコレクション発表履歴は以下の通り。カワク・ボレーは、マスコミからの取材に滅多に対応しないため、実像の多くが謎に包まれているが、数少ないインタビュー記事に見受けられる語録は以下の通り。 2009年2008年1992年、彼女がコムデガーソンズフツゴで少年のようにというブランドを立ち上げたのは41年前。カワークボレーは常に彼女独自のルールを貫いてきた。旧大前の美の基準に挑戦することに魅了されてきた彼女はジャケットの左半分に別のジャケットの右半分を縫い付けたものと彼女が所有する。 ヴィンテージスカーフから作られたアシンメトリーなドレスを複合した全く新しい服を再構築した。これらは最新の彼女のショーに見られるものである。このことは単に着るものを作り出しているのでなく、むしろ思想の表現である。キャシー・ホーリンは、川久保例のこれまでの作品を調べた上で、彼女のデザイン手法の厳選について質問をしました。その後 E メールで、 カワクボレーから回答が返ってきました。キャシーホーリンはメールを受け取って以下の結論を出しました。カワクボレーのデザインの源泉は自分たち記者があれこれ書くよりも E メールのカワクボレーの言葉をそのまま記載した方がいいことを悟ったので以下に原文のまま記します。私のデザインプロセスは始まりもなければ終わりもないです。いつも 生活の中の些細なことから何かを得ることを望んでいます。私はデスクワークをしませんし、コレクションのためにスタートを切るというポイントを作りません。これは決してムードボードがあるわけではないし、記事の見本も見ない、スケッチもしない、ひらめく瞬間もない、何か新しいものを探すのに終わりはないのです。普通の生活をする中で私は考えることのクリック、 スタートのきっかけを望みます。そして次の段階として、全く無関係なものがイメージとして発生します。さらに次の段階、おそらく3番目の無関係な要素がどこからともなく、イメージとしてくるんだと思うんです。多くの場合、各コレクションでは3粒、あるいはもっと多くの種子が偶然に形成され、最後のプロダクトとして発芽します。しかし、 それは私にとって永久に終わることない作業です。だから、明らかなことは、自分は仕事をしているということを考えた瞬間は一度もありません。というのは、一瞬でも作品が完成した、終わった、と思ってしまったら次のことができなくなるからです。しばしば、要素同士は、時間と次元で完全に分離されます。一浄道にパターン、どこかで見たことがある写真、絵。 この三つの趣旨が、いつのもので、どこから来たのか、どうして一緒になったのかは私にもわかりません。ただ、自分のシナジーと変化を信頼します。例えば、2012年から2013年、A、W パリコレでは、自分の考えとしてデザインにしないことがデザインだと思っていたのです。それは普通の記事で行うのが強く表現できる。なんとかして、これで、 自分の思考の二次元のレベルは明白になりました。皆に受け入れられる分かりやすすぎるコレクションでは私は幸せにはなりません。私にとってホワイトドラマはあまりに理解しやすいものでコンセプトがはっきりしすぎていた。だから私は2012年から2013年 A、W の方が良いと思っています。なぜなら分かりやすくないからです。例えばインターネットの時代とか。 全く関係のない家庭を建てられていることも良いのです。新しいものを見つける努力は、時間と経験でますます困難になっていくのです。したがって、2012年から2013年、A、W は自分の感情をコレクションに入れないで作ることにしました。以上、川久保玲のデザインの厳選がこのメールの一文に書かれています。それは何かというと、日々の些細なことと、 散らばっている点と点を彼女の中で結んだ結果だったのです。カワークボレーはファッション界では珍しく写真の被写体になることを強く嫌い、また寡黙なデザイナーとして知られる。今回も作品と震災の関係については言葉少なかった。その代わり発表する作品はいつも全く違ったテーマや新しい手法で世の中に強く訴えかける。 見るものを戸惑わせ、深く考えさせ、心を揺さぶる。ボロボロにほつれた服を引っさげて、パリモードの伝統に風穴を開けた、パリコレデビューから31年。その間ずっと反骨の精神を貫いてきた。サングラスを好み、近寄りがたい雰囲気を漂わせる。だがインタビューではサングラスを外し、字には強気のふりをしているだけとは、意外だった。 大量消費社会が行き詰まりを見せ、既存の価値観が壊れる中、ふりをしながらでも自らをこぶして前に進むこと、それが新しい流れを生み出すためにきっと必要なのだろう。前略、川久保霊様、表参道の交差点の方へほろよい加減で歩いて行って、あなたの店の前を通りかかると、何やら店の模様替えをしているようでした。十時、近かったでしょうか 店の中には見覚えのある小柄で黒ずくめの女性がまめまめしく動き回っているのがガラス越しに見えました。あなたでした。私は思わず携帯電話のカメラのシャッターを押していました。その姿があまりにも神々しく見えたからです。その後、地下鉄に乗ってあなたを撮った写真を見て驚きました。コラボ商品の陳列をしているその姿はまるで遊びに、 夢中になっている少女のようです。論語に、小曰く、これを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかずとありますが、この写真は、観覧シンクするクリエイターの姿ではなく、仕事を楽しむ少女です。そしてもう一つ、夢中ではあるが、その夢中の加減が半端でないということです。何かに疲れているような、危機迫る容器が漂っているのです。 何気なく、押したシャッターが、とんでもない瞬間を捉えていたことに私は気づきました。大げさに言えば、あなたの創作の秘密を垣間見たような気持ちになりました。写真嫌いのあなたのことですから、ブログとはいえ、この写真の掲載には眉をしかめられるかもしれません。しかし、あなたのクリエーションの素晴らしさを書いた、何万字以上に、この写真はその本質をついていると私は思います。 間違っているでしょうか。1972年頃から一世三宅が、その10年後くらいにコムデギャルソンと幼児山本が登場し、一つの地位を獲得し始めます。その後に続く、アンダーカバーにせよ、海外に出て行ったデザイナーの背景には、世代が持ち得たジャポニズムがあります。一世は、もともと三宅一世がファッションイラストを学んだ人で、 民芸運動等への関心もあったことから、グラフィックを基礎にしながら、パリに打って出た。幼児やギャルソンは、海外では、善の影響だと言われるけれど、僕にすれば、一世のポジティブなジャポニズムに対し、ネガティブなジャポニズムを引っ下げていき、アンダーカバーは、ストリートのジャポニズムをパリに持ち込んだ。それぞれに世界に持っていけるだけの日本の風土があったと思います。両者の優秀なところは、 パリのモードの世界が何をよりどころにしているか理解したことです。山本洋二はそれをエレガンスと把握し、そちらに向かった。カワークボレーはそれを分かった上で、自分の居場所はそこではないと判断し、ここに立っておれば、自分は自分なりに評価されるという地点を見出した。海外で日本人が受け入れられるには、アジア人でありイエローの心のありさまを表現するしかない。 そういうことへの自覚が、ボレー独自のボキャブラリーを培わせたと思います。ファッションの世界は、在庫が儲けの決め所である。商品在庫と原版在庫とである。ボレーの企業もそれなりの在庫を持っていた。この在庫減らしの原版在庫の方を処理し始めた時期と、このブランドのクリエーションが、得意性から特殊性へ移行し始める時期が、重なる。 特に CDG ブランドにおける得意性は素材のオリジナル性が大きな比重を収めていた。が、ある時期からオリジナル素材を使うことが減り始める。むしろ、ある原犯罪庫を意識的にデザインによって消化し始める。パッチワーク、染色、プリント、転写、裏使い、生地切り替え、異素材ドッキング、製品洗い、リバーシブルデザイン、縮重仕上げ、 あと、染め、等によって、主に CDGHP ブランドで展開する。視点を大きく変えてみよう。例えば、このレベルのファッション書きどもが一様に口にし、この世界を分かったふりしているあの CDG、すごいのカワクボレーの今後は、どのように彼女の持ち得たかつての夢の世界から、新たな夢へ、どのように完結なさるのだろうか。カワクボレーは、 立ち続けてきた自分の立ち居場所を動かず、得意性豊かな創作に励み、富も、地位も名声も関係性も全てを、スタイリストを辞めて好きなファッションの作り手世界へ、友人3人と始めたブランドの当時の夢はもうすでに、全て、支中になさっているのだ。この43年間の継続とは、持ち得た、夢次なる、新たな、夢へ、川久保令も、また、自分が持ち得た、 世界観を、教養と、スキルと経験と技術と関係性を意識し、それらが、自分にしかない武器であることに気づき、自分の望むバランス感で調和し消化させるために、すべては、理性と努力と勤勉と、責任感と決断力、それにこの人の極めて明快な性格であろう、清し良さをもって、もう一つ、教養ある上手なお金の使い方で、創作と経営をバランスある。 調和力を身につけ、持ち得た200%の自我をここまで集約、集中し、継続してきた結果なのであろう。では、そんな川久保霊のこれからの夢もしくは、それに代わるブランド継続の大きなモチベーションとは何なのだろうか僕の結論は、以前にも書いたことがあるが、川久保霊という人間が持ち得た人間の頑張りである。彼女にはこの、 人間の頑張りが持ち得た責任感の強さととてつもない決断力と潔さのバランスで依然カオス状態でエネルギー源になっている。これに僕は彼女の人間としての深さ、そのスケールを他に見られない凄さとして感じリスペクトするのだ。インデペンデントなデザイナーブランドでは多分日本一のファッションビジネスを展開しているだろう。よく並び称される。 一世や幼児にはこの頑張りが少ない。残念だが単純な理由は男性デザイナーだからというより仕方ないだろう。クボレーの人間の頑張りには三つの寄与があり、これが彼女の夢への最後のモチベーションであり、真の立派さである。一つはこれだけのビジネスを行うことによる日本のファッション産業界への寄与である。素材やプリントの開発、デザイン性や 生産工程への無数なる感性と技術の調和による産業企業そしてそれらは99%は国内生産品であり使っている素材も多分すべてが国産製品であるというまでの産業企業を行って現在がある。イタリア製とか中国製という世界はこのブランドにはない。それから乾くボレーの世界を好きで買ってきてくれる消費者たちの欲望への満足度や喜びや 安心感や豊かさを与えている寄与。もう一つは、その結果によって、共に働いてくれている仲間すなわち、600人と言われている CDG の社員たちとその家族たちの生活保障という現実への責任ある寄与である。この人間の頑張りというエネルギーにはその最終弱点はなくカオスであり、あるのは一人の人間の死でしかない。従って、多分、 本人は当然であろうが、一人の人間として、どのように与えられた生を、自分の世界観の内なる立ち居場所で全うするか。そのためには以前と変わらぬ、自分自身の世界観を調和させること。その立ち居場所で、川久保玲自身にとっては、それが日常性となってしまっているであろう200。200%の自我の世界へ変わらぬ。 得意性を感じるまでの創作活動を続ける努力と忍耐の日々が無事に繰り返される。その継続そのものが今の彼女の夢であろう。この夢とは三つの木を産業のため、社会のため、生活者のためにという自由なる生き方を選んだ人間たちが求めなければならない、なさなければならない夢の最高度なる最終段階であろう。したがって CDG、河久保霊は 人間本来が持つべき当たり前の崇高なるレベルにまで達してしまっているけうなそしてとても幸せな人である。ありがとうございます。